広島駅。広島駅は、広島県広島市南区松原町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅。本項目では、JR 西日本の駅に隣接する広島電鉄の路面電車停留場、電停である広、広島駅停留場、広島駅停留所、広島駅電停についても記す。中国、四国地方最大の都市で、 広島県の県庁所在地でもある、広島市の中心駅である。山陽新幹線の全営業列車が停車し、また在来線についても、広島シティネットワークの中枢となる、ターミナル駅である。乗車人員数は、中国、四国地方で、第1位、JR 西日本管内では、大阪環状線の鶴橋駅に次いで、第7位、また運輸取扱収入では、大阪駅に次いで、 第2位である。事務官コードは80万613を使用している。広島市の中心業務地区である八丁堀、元町、並びに繁華街である神谷町、本通りといった中心市街地エリアからはやや離れた位置にあるため、路面電車、バスに乗り換える必要があるが、近年は駅の南北にて市街地再開発事業が進展しており、2009年には、 まずダズーム、ズームスタジアム広島が徒歩圏内に開場するなど、新都心機能が拡充している。南口は地上7階、地下1階建ての駅ビル、あっせ、あっせとなっている。また、南北自由通路沿いに、商業エリア、駅へ、駅へが新設されている。JR 西日本の広島駅は、山陽新幹線と以下に挙げる。 在来線各線の接続駅となっている。正式な線路名称上の乗り入れ路線は以上の2路線であるが、山陽本線の駅から分岐する以下の2路線の列車も、当駅に乗り入れている。すなわち、当駅からは合計5方面の在来線列車が発着している。また、特定特市内制度における、広島市内の駅であり、運賃計算の中心駅となる。在来線は、 愛国家の岡山、広島エリアに含まれている。広島電鉄の広島駅電停は、広島電鉄本線の起点となっており、M1 の駅番号が付されている。運転系統上は1号線、2号線、5号線、6号線が乗り入れる。広島駅は南区松原町にある。新幹線口、北口側は隣接する二葉通りを境に東区になる。 駅北側には二葉山緑地をはじめとする丘陵地が広がり、駅南側には沿江側、大高和水系が流れ、比較的駅周辺の平地部分が長細い形になっている。また、開業時点では、駅北側の牛田村、八賀村などが独立した村であり、広島駅の位置が広島市のほぼ北端であった。開業当時の地図を参照すると、山陽本線は、 府中村、現在の府中町を通過後は、その当時の広島市街地であった、中区中島町や上谷町、八丁堀、さらには、当時の広島城の外堀、現在の城北通りあたりなどを北方に避け、中区白島地区を通るルートを取っている。駅は、大高和水系で形成される、デルタ地帯の外側に位置し、開業当時広島市の中心だったから離れた位置に、ある。 市中心部とのアクセスは、1912年、大正元年に、広島電気軌道、現在の広島電鉄前と五歳和橋間の路線が、できたことで結ばれた。また、2015年、平成27年3月14日に、新白島駅が開業するまで、中区には、山陽鉄道、国鉄時代を含め JR の駅が存在しなかった。広島駅を通過した後は、 江戸時代は、西国街道、西洋道が近くを通り、街道沿いのあたご、現在の東区あたご町には、宿場町があり、他の国の人は、広島城下に宿泊することができなかったので、宿泊することができる一番近い宿場町だった。現在でも、地名として残り、あたご踏切で街道と山陽線が交差している。駅の北側には、1890年、 明治23年に開設された東連平城が広がり、第二次世界戦終戦まで存在した。東連平城ができる前までは、田畑が広がっていた。また、江戸時代から、ある沿光橋から、広島東照宮まで、桜並木、現在の松原町あたりは、松並木で途中から桜並木に変わるがあり、天明年間、1795年頃の地図にも、被災があり、 第二次世界大戦終戦まで存在していた。その他、現在も残る広島城主と縁のある、広島東照宮、尾長天満宮、国前寺などが近くにある。駅の開業は1894年、明治27年6月で、開業時点では、山陽鉄道の終点だった。その当時の地図では、広島駅通過後、京橋側の近くまで線路が伸びていた。翌月には、 日清戦争が開戦し、国家的な要望で開業が急がれた。前期した通り、市の中心部から離れた位置にあり、その理由について街道沿いの住民が鉄道を敬遠したのか、用地の買収が困難だったかどうかは不明である。ただ、軍部の移行によりルート変更してはいけないとする強い移行があったのは事実である。同様の理由で、山陽鉄道では、 例外的な急行バイク間瀬の八も誕生している。開業時には、前年に、宇品港、現在の広島港が開業し、兵隊が集合することができる広い土地、連兵場が近くにあったことに、兵士出兵の最前線として、重要な駅だった。さらに、広島駅と宇品港を結ぶ宇品線が、同年8月に開業している。詳細は、該当記事参照。 広島駅の南口側は、第二次世界大戦後には、闇市が広がっていた。その闇市は、IU 市場、工人市場や、現在は、LLA 館がある地にあった1952年、昭和27年に開業した、広島百貨店土に吸収された。またスーパーマーケットの泉や、ヨンドシーホールディングス、アスティフジも、その闇市での屋台をルーツに持っている。 1969年、昭和44年には、これまで貨物駅を兼ねていた広島駅を分離する形で、東広島駅、現在の広島貨物ターミナル駅が開業した。山陽新幹線開業直前には、ホテルニューヒロデンが開業した。広島百貨店は1990年代まで営業していたが、広島証券での市場占有率は低下。 ALLA 館の建設で消滅したが、現在も引き続き営業している店舗も存在する。1999年、平成11年には、ALLA 館に、福屋広島駅前店が開業。広島駅の民衆駅下で設置された、広島ステーションホテルが1999年に閉鎖されたが、2004年、平成16年に、JR 系のホテルホテルビアイン広島が開業した。 2013年、平成25年からは、BC ブロックの再開発も着手され、IU 市場もその歴史に幕を下ろした。その後2016年、平成28年8月に B ブロックにシティタワー、広島、ビッグフロント広島が完成し、同年12月に C ブロックにグランクロスタワー広島、エキシティ広島が完成した。2009年、平成21年には、 東広島駅、現在の広島貨物ターミナル駅貨物ヤード跡地に、マズラズーム、ズームスタジアム広島が建設され、その周辺に複数の商業施設等が建設されている。現在の新幹線口側は、開業当初は駅舎はなかった。代わりに、東連平城の正面に外線門が存在していた。第二次世界大戦後の1947年、 昭和22年に初めての駅舎が作られた。当時の駅舎は木造平屋の小規模なもので北口と呼ばれた。1975年、昭和50年の山陽新幹線開業で現在の駅舎に建て替えられ、北口または新幹線口と呼ばれるようになった。開業当時の広島駅は南口のみの木造の簡易的な駅で利用者の増加に伴い後年に、 木造の本格的な駅舎で建て替えられた。1922年、大正11年に、仙台の鉄筋コンクリートの駅になった。仙台駅舎の当初の設計者は、渡辺節で、当時の京都駅を模した形状だった。後に、苦悩に変わった。駅舎の建面積は9800メートル、延べ床面積は26400メートルだったが、 構造が頑強だったために拡張は困難だった。また、広島駅を模した形で、高年岡山駅の建て替えも行われた。原爆投下前の1941年、昭和16年に、正面玄関寄せ前に2階を張り出させる形で、駅舎の長が行われた。広島市への原子爆弾投下での直接の爆風、さらには、炎症による火災で、駅舎は大破した。 戦後は、貨車を、駅長室代わりに業務を再開。1945年、昭和20年末までには、雨をしのげるレベルでの仮復旧を行った。1948年、昭和23年の昭和天皇の行行時には、通路の化粧直しが計画されたが間に合わず、紅白の幕で対応。1949年、昭和24年により、本格的な復旧が行われた。 同年7月までに駅舎正面に張り出しの出発室を整備された。駅舎正面の駅名の表記は、広島駅1946年2月設置、広島駅1949年出発室増築、広島駅1952年頃と変化した。広市の事態は、活字とは一部異なる。広島駅、広島駅が混在していた時期もある。 現在の民衆駅は、1964年、昭和39年5月22日に起工式を行い、1965年、昭和40年12月に完成した。建築時点で、全国で39番目に設置される民衆駅でかつ、東京駅や S 口、博多駅、新宿駅、天王寺駅、池袋駅に次ぐ規模の駅舎になった。端式。 島式4面8線の地上ホームを持つ在来線の北側に、島式2面4線の高架ホームを有する山陽新幹線が並ぶ。駅の南側に、南口、北側に新幹線口がある。また1975年の山陽新幹線開業までは北側で入り口がそのまま北口と呼ばれていたため、今日でも地元住民の会話や新聞の見出し、 不動産広告で北口の名称が使われることもあり、新幹線口近くの広島銀行の支店名も、広島駅北口支店のままである。新幹線専用の改札は、新幹線口、北側にのみ設置されているため、駅南側から新幹線を利用する場合には2階、もしくは地下にある自由通路を利用して新幹線口に抜けることとなる。南口、 新幹線口ともに JR 西日本系列のホテルが整備され、南口はホテルビアイン広島が、新幹線口はホテルグランビア広島がある。また、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として山陽本線の天神川駅、警備線の西三寺駅、八賀駅間隔駅を管轄している。駅スタンプは原爆ドームと平和記念公園への玄関駅。 在来線は1番乗り場が単式、それ以外が島式である。8番乗り場は9番乗り場の東端を切り替えた、切り欠き機、ホームとなっており、7.89番ホームは、同じ面にある。6番線は、ホームのない抽選で、機関車の付け替えや、列車の入れ替えなどのために使われることがある。9番線は、当駅ホーム生誕から先に、途中7番線や山陽本線上り線からの、 渡り線を計3カ所合流しつつ、西側横側方面に伸び、山陽新幹線の高架と交差する手前あたりで、第三子車止めが設置され行き止まりとなっている。かつてこの線路からは、後術する90番線の荷物の取り扱いホームなど、在来線放北側に位置していた線路群が分岐しており、9番線に到着する客車列車の機関車入れ替えの他に、 それらの線路群の引上げ線としての役割も持っていた。構造上は、山陽本線上り、呉線直通を含むは3.45.7番線、山陽本線下り、壁線直通を含むは1.23.4番線から出発可能であり、警備線は7.89番線から出発可能である。現在では、山陽本線下りが1番の乗り場、山陽本線上りが5番の乗り場、 クレ線が3.7番乗り場、壁線は4番乗り場、芸備線は9番乗り場から発車する場合が多く、これらのホームの一部の駅名標は2015年3月から本格導入されたラインカラーを用いたものに置き換えられている。8番乗り場から出発する列車はごく、わずか朝夕を問わず、回送列車が到着する際使用されることが多いで、 2番、乗り場も、早朝や夕方の一部の山陽本線下りや壁線、及び、快速電車が発着するほかは、貨物列車が通過する程度。大半は当駅終着後、広島運転所に改装する列車の降車用として、使用される。貨物列車などの通過列車は、基本的に、上りが4.5番乗り場、下りが2番乗り場を使用する。警備線の列車は現在は8.9番乗り場のみを、 使用しているが、かつては、急行列車や客車列車を中心に7番乗り場も使用していた。折り返し専用の発着信号機は、山陽本線、岩国方面と壁線は4番乗り場、山陽本線、最上方面と呉線は3番乗り場のみに設置されて、折り、到着後に改装せず、同方面に折り返す列車は、すべて常日の乗り場に停車する。 新幹線ホームは16両編成対応、ホーム長410メートルの島式ホーム2面4線を有する高架ホームである。なお、現在の11.14番乗り場のそれぞれ外側に1面1線ずつ、ホーム、線路を増設して4面6線は拡張可能な構造としている。JR 加東所まで、上り、新大阪、 東京方面の一部の列車が12番乗り場を使用して折り返していた。その名残で JR 時刻表関東の東駅構内図には現在も12番東海道山陽新幹線下り上りと記載されている2010年2月号より新幹線ホームには転落防止用の柵が取り付けられている。新幹線発車時には銀河鉄道39のメロディーが流れる。 当駅では東海道型に似た詳細放送が採用されている。2017年9月10日にシステム更新が行われた。CTC 連動型で接近時と到着時、発車時に行われる他停車中にも案内放送が流れる。接近時には放送の後に後日の4つのメロディが各ホームで流れる。かつては一番線ホーム東よりの向かい側を切り替えた。 東端式ホームがあり、0番ホームとして、宇治な戦線用ホームとして使用されていたが、動線廃止に伴い廃止となった。現在は埋め立てられ、駐車場になっていたが後に駐車場は廃止になり、立ち入りできなくなっているが、ホームのコンクリート面と白線が残されている。また、2番ホームの西側先端にも切り欠きホームが存在するが、現在はフェンスで囲われており使用されていない。 9番線ホームの北西側には荷物取扱線用の10番ホームが存在し、カートレインの自動車積み下ろしなどが行われていたが、荷物列車の廃止と新幹線口駅舎の周辺整備に伴い撤去された。小規模の対比線や引き込み線を有する扇形のホームで、当初より古線橋や地下通路は接続されず、各種案内表示も取り付けられていなかった。 このため駅改札口から入ることはできず、利用する場合は、広島駅西側高架道路か、新幹線駅舎と在来線線路の間にあった専用出入口を使用していた。なお、新幹線開業前の優等列車の号車案内が在来線ホームにいくつか残っている。南口駅舎は地下1階、地上7階建てコンクリート造りで1階の東側の 区画と1階以外のフロアをアッセが占める。建物そのものは1965年12月に落成し、広島駅ビルと称していたが、1999年4月にアッセとしてリニューアルした。ただしこの時の改装範囲は、駅正面の外観と駅ビルの商業施設ブロック及びコンコース内の改装のみで、駅舎裏側は完成当初の姿を残している。 2006年12月には、アッセが、再び改装された。改札口は、地下1階の地下道南改札、古墙橋正面でアッセの3階に直結する、アッセ改札の2箇所。いずれも愛国家対応の自動改札である。かつては1階に、南口改札があり、隣接して、緑の窓口も設けられ、ここが在来線側の主たる改札口となっていたが、 後日の京定駅舎開業の際に、発見窓口ともども閉鎖されている。2009年3月には、マズラズーム、ズームスタジアム広島の開業に合わせ、南口改札で自動改札機の増設も行われた。アティス、日本旅行が1回コンコース横に、テナントとして入居し、東西に ATM コーナー、広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、イオン銀行を置く。 駅舎内テナントは、愛国家電子マネー対応。地上3階建てコンクリート作り高架駅舎で1975年3月に落成した。駅舎内には、中国 SC 開発の運営する商業施設、広島新幹線名店街が併設されている。改札口は、在来専用として1階に、地下道直結の地下道北改札。 新幹線用として2階の新幹線改札があり、新幹線改札横に新幹線在来線乗り換え用の乗り換え改札も有する。かつては新幹線改札のそばに在来線湖線橋に直結した在来線改札と有人窓口はあったが、後日の協定駅舎開業の際に共に廃止されている。ペデストリアンデッキ設置に向けて駅舎が増築中である。 詳細は改良工事項目を参照。南口と新幹線口の間の線路上空に、京上駅舎、工術が建設され、二千十四年十一月二日に、改札内の連絡湖線橋部分までが完成。連絡湖線橋内には、コンビニ、飲食店がある。通路幅は従来通りの十メートルだが、天井までは六点七メートルあり天井近くの窓からの最高で、日中は、 照明不要になっている。2017年5月28日、自由通路が暫定開業し、南口1階の南口改札、北口2階の北口改札を閉鎖。新たに中央改札を設け、分散していた券売機、緑の窓口も集約された。詳細は改良工事項目を参照。新古線教官政治には、 中央改札になる2.3番ホーム階段と4.5番ホーム階段間の広場には松田が新型車を展示していた。以前は新幹線口駅舎で展示してあったものである。この車両は入れ替えの度に新幹線口階段に板を置いてスロープを設置し、手動支給インチで階段状のスロープを引き上げて移動させているという。広島電鉄本線の広島駅停留所。 広島駅電停は、JR 広島駅南口の東側、上北通り、大須通り、県道広島三次線に並行した場所にあり、変速東端式四面三線のホームを持つ。旅客への案内では、ホーム番号は用いられていない。乗車ホームは、南口駅舎に近い最も北側の一面を使う。東寄りを0.12.65線、八丁堀。 神谷町方面乗り場とし、西寄りを5号線、七三線専用乗り場としている。0.12.6号線乗り場前には、案内所、広島電鉄広島駅定期券窓口や、自動両替機、パス P、チャージ機が設置されており、他客時には係員が乗車ホームに出て、案内をする。降車ホーム3面は、折り返し5号線となる便が最も JR。 広島駅よりを使う他は到着順で使い分ける。6時から21時までの間、入り口ドアから降りるときは校舎ホームで、電停整理員が下半式のカードリーダー付き運賃箱を使い、運賃収受、中札業務を行う。その他の時間帯では出口ドアからのみの校舎で、他の電停と同様に車内の運賃箱で支払う。また、係員による乗車方法等のマイク案内や、 自動放送、発車メロディを流している。従来、広島駅を迂回せずに南北を行き来するには、古い地下道を通行する必要があり、改札内の古線橋も老朽化が進んでいたことから、これを改善する目的として、線路上空に人工地盤を設け、そこに新たに改札内通路と南北自由通路を整備し、自由通路に隣接して駅舎を設けて、 京城駅か南北の在来線改札口を集約し、合わせて自由通路周辺に約4000平方メートルの商業スペース、線路上フロア面積としては JR 西日本最大を配置することとしている。商業スペースは最終的には新幹線口駅舎の増築も合わせて最大で約1万平方メートルまで拡大される見通しで、医療品や 飲食などの専門店を誘致する予定。運営は JR 西日本の子会社であり、アッセの営業母体でもある中国 SC 開発が担当する。2014年11月2日に、古線橋の代替となる改札内通路部分が先行完成し、使用が開始された。2017年5月28日には南北自由通路が暫定開業し、先行開業した。 五線橋と接続され、2.3番乗り場と4.5番乗り場の間にあたる場所に、改札、中央口を新設し、北口寄りに、緑の窓口、切符売り場を設置した。これにより、南口1階にあった、南口改札、緑の窓口と、北口2階の、北口 2F 改札道1階の、緑の窓口と改札口ごとにそれぞれ設置されていた。 切符地場が集約される形で廃された。中央口の正面には、タッチパネル式の案内板が4面設置されており、時刻表や行内図、運行情報、観光情報などを調べられる。2017年10月29日に、京城駅舎と自由通路並びに、京城部分の商業エリアに、駅へ、駅へが開業している。新幹線口には自由通路整備に合わせて、 ペデストリアンデッキを新設し、駅前のアクティブインターシティ広島に接続したペデストリアンデッキとも接続する。2016年10月14日に完成した。また同時に新幹線口広場はバスタクシー乗降場やマイカー乗降場など全体のレイアウトが変更され、2017年10月1日に共用を開始した。新幹線口では 駅舎自体も3階建て駅舎の1階と2階を広場側に増築して商業スペース拡大を行う。それに伴い従来の駅舎内も壁面や天井の微層化が行われ柱にはデジタルサイネージが設置された。また自由通路建設と並行する形で階段エスカレーターも新しく設置されこれまで使用されていた階段エスカレーターが撤去された。 1>, 1階部分の大半と2階の東側部分は商業スペースとなり南北自由通路と一体化した商業施設、駅へのノースエリア、ウエストエリアとして開業する。駅舎の大規模改修は1975年の山陽新幹線の開通以来初めて。2018年9月6日、飲食店スペースは同年10月4日に開業。さらに、 新幹線改札内コンコースも1975年の山陽新幹線開通以来から改修が行われず、老朽化が進んだとして、約2年かけて新幹線口駅舎と同様に、天井、床、壁面、柱の微層化が行われる。これ以外にも、待合室を1カ所から3カ所に増設し、座席数も1.5倍となる。また、全体の空調化。 wifi が使用できるモバイルコーナーの設置、キッズスペースの設置も行われ、利便性を高めるとしている。2019年度末完成予定。広島市が2014年9月2日に公表した、広島駅南口広場の再整備等に係る基本方針では、京城駅化完了後に平成30年代半ばの完成を目指して、広島電鉄本線を稲荷町電停から、 駅前大橋を通るルート変更した上で、圧勢駅ビルにコーーで乗り入れる路線変更と同時に、駅ビル内に広島電鉄の停留所を移設するために建て替えと駅南口広場の再整備を行う計画がされている。1952年から1962年の1日平均乗車人員は年度毎乗客数を365。 純年が関係する1955.1959年は366で割った値を小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである1963年から1975年の1日平均乗車人員は乗車数と降車数が同じであると仮定し年度枚葬数を365 純年が関係する1963.19671971.1975年は366で割った後で、さらに2で割った値を小数点第2位で四捨五入、小数点1位の値にしたものである。1981年に発行された広島市統計書から算出方法が変わっているため、 1977年以降は1日平均乗車人員の値が発表されている。乗車数グラフ、国鉄時代より広島鉄道管理局が置かれるなど中国地方の要所となる駅であったことから新幹線口周辺には国鉄従業員のための団地や国鉄バスの車両基地などが多く存在した。現在でも広島鉄道管理局の実質的な 後継施設となる JR 西日本広島支社や JR 広島病院、中国 JR バス本社、広なり建設などが存在する。一方、運転部門関係施設、広島運転所、下関総合車両所広島支所、広島機関区下にや、発出、広島駅弁当本社や貨物関係施設、広島貨物ターミナル駅は、広島駅の東側に広がり、広島駅よりも、 やが駅や天神川駅に近い。なお、JR 広島支社や中国 JR バス本社は移転が予定されている。南口周辺では再開発事業が活発化しており、駅前通り西側の A ブロック、松原町、駅前通り東側の B ブロック、松原町、遠光橋町、広電北側、東側の C ブロック、遠光橋町、 工人庁に分け事業が検討されてきた。現在、以下の再開発ビルが立地している。南口の南方には、沿江川が流れ、そこに、駅前大橋がかかり、駅前大橋を渡った、対岸側に、ウィンズ広島、JRA 場外馬券売り場、ホテルセンチュリー21広島、広島グランドインテリジェントホテルなどが建つ。アッセの東方には、 双葉と初期が、広島駅前店、かつては、泉広島駅前店が入居していた、広島フルフォーカスビル、かつては、大英広島駅前店が入居していたなどがある。さらに線路沿いを東方に向かうと、まずダズーム、ズームスタジアム広島に到達する。球場周辺には、会員制倉庫型ストアのコストコ、スポーツクラブ、ゲストハウス型の結婚式場、 カーアップの屋内練習場がある。駅東側には、広島東郵便局や、ホテルビアイン広島、ホテルニューヒロデンなどの宿泊施設のほか、河合塾や、東進衛星予備校、さらに地元広島に拠点を置く、田中学習会、鴨モメ修塾、長井ゼミといった予備校が乱立する。広島東郵便局については、上日の再開発計画とは別に、 2023年度を目処に構想20階程度のオフィスビルに建て替える方針が示されている。再開発が手付け数のまま昔ながらの街並みも残る一角も見られる。この付近には代々木ゼミナールも校舎を構えていたが2014年の大量閉鎖の際に撤退している。西に JR 系のホテルホテルグランビア広島開業当時は 広島ターミナルホテルが1987年、昭和62年からある。駅北東側では、若草町第一種市街地再開発事業により、再開発ビル、アクティブインターシティ広島が完成。テナントの一つとして、シェラトンホテル広島が2011年、平成23年に開業した。道路を挟んだ北側にも、アクティブインターシティ広島のマンション、 商業棟が2010年、平成22年に開業しており、マックスバリューエクスプレス、広島駅北口店、広島銀行広島駅北口支店をはじめ、飲食店や医療機関が入居している。一方、駅北西側エリア一帯、双葉の里地区には広大な未利用の国有地と JR 所有地が広がっており、南口エリア、貨物ヤード跡地、現、 松田スタジアム周辺ともども都市、再生緊急整備地域に指定れたことから、2006年10月より、財務省中国財務局、広島県、広島市、JR 西日本、都市再生機構、UR 都市機構で構成される、広島駅新幹線口エリアマネジメント推進、調整会議が、緑の中から広島を発信する街をテーマに、再開発事業、 広島二洋の里地区町づくりに取り組んでいる。2010年、平成22年1月に、土地区画整理事業が都市計画決定され、本格的に事業着手。エリアは大きく5つに分割される。中央、広島高速5号線広島駅北口で入り口が貫き、西側に2つの外区、東側に3つの外区が設けられる。 外区内に建設される主な施設は以下の通り。なお、小外区の一角にある JR 西日本広島支社は、駅西側の新幹線と在来線に挟まれた土地に建設される新支社ビルへの移転が発表されている。その他、新幹線口側には、広島市東区役所、西木道光町本店、寸大予備学校、ハローワーク、広島東、 広島県瀬戸内高等学校、広島桜が丘高等学校、広島朝鮮初中高級学校などがある。駅西側仙土北側にある中国 JR バス本社は移転し、跡地に JR 西日本デイリーサービスネットがビジネスホテル、ビアイン、広島新幹線口、仮唱を建設することが発表されている。商業施設娯楽施設公共。 教育施設、宿泊施設、広島駅弁等、広島駅弁が製造。主な駅弁は、下記の通り。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。